はい、しおみんです。本日は、自宅で動画を撮っております。今までですね、レンタカー改装の動画を何本か上げておりましてですね、本日は、そのレンタカー改装のですね、ドライバーのメリットとデメリットについて解説していきたいと思っております。僕ももう1年ぐらいも続けておりますんで、いろいろと分かってきたことから、お伝えしたいと思っております。それではメリットからいきます。ビーン。はい、メリットの一つ目はですね、まあ、いろいろなところに行けるというようなところかと思っております。動画見てもらうといろいろ分かると思うんですけど、僕は今住んでるのが大阪なのですが、大体ですね、西は九州福岡ぐらいまで、リクエストも込みでですね、いろいろ行けたりします。北というか東はですね、残念ながら、北関東埼玉とか群馬あたりぐらいまでですね、僕らの仲間内ではやっぱり東北山形とかですね、青森仙台ぐらいまで行った人もいますけど、まあ、基本は関西からでしたら大体東北はなかなか行く機会はないのかなと。本数が少ないですからね。東は大体東京ぐらいまでと考えていただいたらいいのかなと思います。で、皆さんがあんまり見れないような富士山が見れたりですね、串本の先に何だっけ、なんとか岩っていうのがあってですね、そこのこの辺に出しとこうかな、岩が、朝日がすごい綺麗なところが見えたりですね、まあ、そんなところがあってですね、結構楽しいような感じで、いろんなところに行けるっていうのが一つ目のメリットだと思います。はい、続いて二つ目はですね、まあ、好きな時間に働けるっていうのがあります。大体ですね、前日の夕方ぐらいまでに、稼働申請っていうのを出すんですが、明日の午前8時から24時間稼働できますよ、48時間稼働できますよというような、申請を出すとですね、その通り、働けるというような、まあ、前日ぐらいまでに決めればいいというような感じで、動いております。ですので自分が、たまたま時間が空いたと思ったらですね、その時に、稼働申請を出してですね、働くことができるっていうのが結構メリットかなと思ったりします。はい、3つ目はですね、これ使い方っていうかによると思うんですよね。3つ目はですね、車の中では好きなことができるっていう話です。だいたいですね、普通時間給でも会社員でもそうですけど、いろいろとこう拘束される時間っていうのはイコール、それは会社に捧げる時間であったり、その企業に捧げる時間っていうようなことになると思うんですが、この改装ドライバーの時はですね、大半の時間は、1人の時間です。車の中で1人、もしくは電車移動の中で1人というような時間ですので、その時間は、基本は好きなことをやってもらっても結構かなと思ってます。で、おすすめなのが、僕が最近よくやってるのが YouTube のダウンロードの音声を聞くっていうような形ですね。音声を聞くっていうような形をやってですね、いろんな、まあ、日頃見たかったとか得たかった知識をですね、車運転しながらですね、得てたりします。まあ、そういう使い方、あるいはその中にも含まれるんですけど、英会話の勉強するとかですね、集中的に英会話の勉強ができたりします。それはまあヒアリングとか、まあ、スピーキングっていうか自分が喋るのが中心ですけど、まあ、そういった英会話の勉強ができたりですね、あと僕もちょくちょくやってるのはカラオケの練習ってやつですね。カラオケの練習をしながらですね、運転をしているというような形。当然歌詞とかは運転してるんで見たりはできないんですけど、まあ、覚えてるところだけとか発声練習とかですね、そういったカラオケの練習をするっていうところがメリットがあろうかと思います。3つ目のメリットは、車の中で好きなことができるという、まあ、そういうお話かと思います。は
い、逆にじゃあ、ね、デメリットの話もします。デメリットの一番大きいのは、とにかくギャラが安い。申し訳ないですけどギャラが安いということになります。だいたい24時間ぐらい稼働して、まあ、1万円前後ぐらいですかねっていうような形かなと思います。ただまあ5時間6時間ぐらい例えば24時間やったら、睡眠自分でとって、あと1時2時間ぐらい食事の時間とかとって、ですから実質はどうかな、人によっては違うと思うんですけど、まあ24時間計算しちゃうとそれはやっぱり、普通にアルバイトしてる方が時給が高いっていうようなことになろうかと思っております。はい、これが一つ目のデメリット、ギャラが安いって話です。はい、二つ目ですけど、これはですねやはり車という割と高額な商材を扱ってる割には、時給が安いっていう話を先ほどさせていただきましたが、やっぱりですね事故るとやっぱりまずいですね。損害がやっぱり、何百万ってかかるお話ですから、まあ、それは保険かかるんですけどやっぱり何十万に行く可能性はあるということです。自分が、払わなきゃいけないお金が、まあ、マスク30万ぐらいとするとですね、その1万2万円何千円って稼ぐのにですね、そういう、何十万というようなお金をですね、払わなくちゃいけないっていうリスクがあるってことは、この仕事というかこの商売やるときには、ご理解いただいてた方がいいのかなと思います。はい、でデメリット3つ目なんですけど、まあ発展性がないとこれ言っちゃうとおしまいなんですけど、発展性はありません。一つには、自分のスキルっていうのは全然たまんないっていう話ですね。まあたまんないってことはないかもわかんないですけど、基本的に何かの仕事を打ち込むとそれなりのスキルがこうアップしていって、次の何かのステップあるかと思いますけど、まあまあレンタカー改装してるって運転してるだけなんで、それほどそのスキルがすごく向上するとか、それをやったからって次の何かの資格が取れるとかっていうようなことは全然ありません。もう一つは発展性がないっていうのは、当然ながら今後自動運転みたいなところが、どんどんこう世の中の流れとして出てくるときに、果たしてこのレンタカー改装っていう仕事がですね、10年先20年先まで続いているとは到底思えないんで、どっかの時点で、自動運転でレンタカーは、そのまま自動的に帰ってきますとかですね、そもそもレンタカー屋というのが成り立たない可能性もありますよね。アプリでピョンピョンピョンと呼んでですね、車が自動的にずっと来るというようなことも考えられるんで、レンタカー自体がなくなるかもわかんないというようなことで、10年20年を考えると発展性がないようなお話かなと思ったりします。はい、ということでですね、結論からいくとですね、この仕事はまあ車好き運転好きには、いい仕事かなと思います。ただそんなに儲かる仕事でもないというで、もう一つはですね、最後にデメリットに言った発展性がないって話なんですけど、今後ですね車を運転するっていう機会自体がもう10年後なくなるかもわかんないですね。まあ、そういった時にですね、車が運転するのがすごい好きだなっていうのは今のうち今のうちにやっとくしかないのかなと思っております。そういう意味ではですね、今のうちにレンタカー改装というのも一つの選択肢として楽しんでやれたらそれはそれでいいんじゃないかなと思ったりします。すいません、いろんな好き勝手なこと言いましたが、そんな感じで、仕事を考えていただければどうかと思っております。もし、こういう私はですねちょっと違う動画でも言おうと思ってるんですけど、旅に出ようと思って、この仕事をやってるというような状況でございます。まあこの動画がですね良かったなと思ったらグッドボタンとかですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。私自身はこう旅と仕事とどう融合していったらいいのかってことを考えながらですね、日々活動をしていこうと思っております。まあ、その辺もですねおいおいちょっと動画にも載っ
ていければなと思っておりますので、よろしくお願いします。